田の馬場駅のロータリーにやってきております。風がすごい。大学生を囲い込む動物園の役割を果たしていました。お、なんだ、知りたいですよね。お、あらあらあら、あれ、どうぞでよければどうぞ。皆さんおはようございます、ルーシュです。本日は高田の馬場駅のロータリーにやってきております。ここのロータリーはですね、昔この駅が開業してからも住宅地だったそうですが、学生街であるその宿命からですね、治安の悪化が問題となりました。ここ高田の馬場の周辺には居酒屋が結構多くてですね、そこで先に酔った大学生たちが暴れたり大声出したりでかなり迷惑だったそうで、それを囲うためにですね、この高田馬場駅ロータリーが整備されました。まあ言ってしまえばこの後ろのロータリーっていうのは大学生を囲い込む動物園の役割を果たしていました。一つ残念なことはその役割が今でも必要だということです。現在朝の7時でございますが、なんでこんな朝にね高田馬場に来たのかと言いますと、それは高田馬場のその地名の由来を探りたくなったからです。なんだか高田馬場駅っていうのは非常に特徴的な名前で、よくよく考えてみれば高田駅でも馬場駅でもいいんですが、なぜか高田馬場駅と。風がすごい。それなのに高田馬場と言い続けるのには何か理由があるだろうということで、本日高田馬場駅にやってきました。ルーシー、まずは13元通りにやってきました。後ろに今埼京線が走ってましたね。ここは正式名称新目白通りです。この道路はですね、先の大戦、大東亜戦争中にですね、整備された道路でございまして、一説にはこれ行政文書とかで残っているわけじゃないんですが、普段使っている滑走路とか爆撃されて使用不可能になった時に代替用の滑走路としてもともと使う予定だったそうです。本日は4月8日の日曜日の朝7時からお届けしております。ですがね、風が強くてかなり寒い。4月8日ってもうちょっとね、あったかいような雰囲気あると思ったんですけど、先ほど滑走路として使う予定だったという証拠が残っている文書はないと申し上げましたが、大東亜戦争中にですね、ここら辺お家の強制立ち退きを行ったそうで、戦術中にもかかわらずね、そんなに強引に工事を推し進めるということは、まあ割とその説は濃厚なんじゃないかとささやかれています。さて、私は少し歩きましてですね、新目白通りと明治通りが交差するその交差点にやってきてまいりました。お、なんだ、後ろに都電荒川線がやってきました。ちなみに逆方向からもやってきます。この交差点はですね、豊島区高田という地名です。ちょっと都電荒川線を追ってみましょう。このまままっすぐ進んでと、線路の方を見てみますとね、傾斜があって、こちら箕面橋方面の都電荒川線がですね、上っていくのが見えます。実は高田の地名の由来というのはですね、2つあります。1つはこのように高いところにあるから高田なんだという説があります。皆さん、2つありますと言われて1つを説明したとき、もう1個を知りたいですよね。こちら進行方向左手がですね、神田川なんですが、残念ながら桜はですね、すべて散ってしまっています。ちなみに大ヒット曲となりました、かぐや姫というグループのですね、神田川という歌、これは総大生であった木田城誠という人がですね、当時の思い出を振り返って書いた曲と言われています。ですから Google マップで神田川って調べると、神田川の碑っていうのがですね、その歌詞が書いた石碑みたいなのが中野区に立ってるんですが、実はあれ全然場所違うんですね。ルーシー、さて、それでは若干の豆知識を挟んだところで、高田の名前の由来その2つ目をご紹介いたします。といってもこの綺麗な庭園は全く関係ありません。2つ目の由来は松平忠輝のお母さん、チャーの坪根という人が関わってきます。松平忠輝はですね、徳川家康の息子でありまして、そのお母さんがチャーの坪根という方なのです。そのチャーの坪根、まあ、いわゆるチャーさんのですね、愛称が高田の君だったそうで、ここら辺に庭園を持っていたそうです。まあ、おそらく高田の君というのはここら辺に庭園を持っていましたが、ここら辺がそもそも高台にあるということから由来したんだろうと思われます。ですから高田の由来はですね、おそらく1つ目の由来と2つ目の由来が合致してできたものだろうと考えられます。
その高田の君がですね、庭園を構えた場所っていうのはほぼ正確に分かっておりまして、それがこの西早稲田三丁目周辺です。ここに八幡寿司という名前のお寿司屋さんがあります。ここはですね、実はカッパ巻き発祥の地。そうですね、ここら辺、お、あれ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 、旧跡高田馬場と西早稲田三丁目1、2、12、14番を含む長方形の土地が江戸時代の高田馬場跡であると書いてあります。こちら側が早稲田大学、そしてそこにあるのが高田馬場跡。さっき僕が立っていた場所があそこ、八幡寿司さんの正面です。そしてちょうどここにですね、馬場があったそうです。馬場というのは1636年にですね、徳川家光により馬術の稽古場として開かれました。長さ645メートル、幅54メートルとなかなか大きい場所だったそうです。今ちょうど建物を建っているあの場所が江戸時代の馬場だったんですね。ルシー、こう見ると江戸時代馬術の訓練場であった形跡は皆無ですけれども、この今通りとなっている場所には松並木があったそうで、松並木とは防風林で使われていますよね。風よけのために植えられていたそうです。またこちらの道路から一本入りますと茶屋町通りという名前の通りがあります。ここにも書いてある通り、江戸時代この付近には旗本の馬術練習場がありまして、これが馬場のことですね。見物客らが多かったことから農家が茶屋を開いたそうです。記録ではここに8軒茶屋があったそうです。かなり競争激しそうですが、近隣住民との仲はどうなんでしょうかね。まあ市場社会、お店を開く上でですね、絶対に避けて通れないのが淘汰でございます。いいお店は残りましてですね、悪いお店は残らない、そういったシンプルな市場社会の原理によって、そういった茶屋街っていうのも残っていったんでしょうね。ルシ、なんでせっかく高田馬場の真相が知れると思ったのに馬の一匹も見れないのかよという方のために、どうぞでよければどうぞ。ということでやってまいりましたのは、早稲田の近くにある神社八幡宮です。間違えた、あの八幡宮です。さてこちら立派な流鏑馬の像、先ほどご覧に入れたものですが、これはですね、1728年徳川八代将軍の吉宗がですね、子供の病気が治るように流鏑馬をこの穴八幡宮に奉納したそうです。江戸時代の初めからここ高田馬場というのは馬にゆかりがありましたし、またこの穴八幡宮は江戸城の守護神としても有名ですので、そういった背景でここ穴八幡宮に流鏑馬が奉納されたんだろうと思います。ちなみに現在でもですね、この正面の早稲田大学富山キャンパスのそのまた向こう側、都立富山公園ではですね、毎年10月体育の日に流鏑馬の奉納、その儀式が行われているそうです。さてこの周辺がですね、なぜ高田馬場と言われたのか、その由来お分かりいただけたでしょうか。そうそう、重要なことを皆さんに伝えるのを忘れていました。昔高田馬場は高田と濁らず高田の馬場と発音されていたそうです。ではなぜ一体高田馬場と濁って発音されるようになったんでしょう。それはですね、1910年に開業した高田馬場駅の影響が非常に大きいとされています。ここでもまた疑問が生じます。あそこの高田馬場跡地から高田馬場駅まではですね、まあ、約1キロ以上あります。歩いていくと普通に15分から20分かかりますからね。ではなぜそんなに離れた駅がですね、高田馬場駅という名称になったのか、最後にその謎をですね、解き明かして終わりたいと思います。ルーシー、その謎がわかるのがですね、この水稲荷神社、その境内の中にあります。結論を言いますと、こちら堀部安部、その人が関係しています。さて時代を遡りまして、時は1694年、高田馬場の決闘というのが行われます。これは菅野六郎左衛門と村上正左衛門、その二人の決闘でございました。もちろん決闘といっても徒党を組んで戦うわけですけれども、その中で菅野六郎左衛門はかなりの劣勢に追い込まれることとなりました。そこで助太刀をしたのが義理の甥であります中山安部です。彼は伝承によりますとですね、18人斬りを行いまして、なんと形勢は逆転、菅野六郎左衛門側が勝利を抑えました。
なお菅野六郎左衛門はですね、この時の傷が原因で死亡しています。さっきから中山安兵衛、中山安兵衛と言ってますが、ここに書いてあるのは堀部安兵衛の日、こちらで行われた高田馬場の決闘の伝説を聞きですね、赤穂藩士のですね、堀部金丸という人が婿養子にします。そこで中山安兵衛は堀部安兵衛となるのです。赤穂藩主という名前を聞いてピンときた方いらっしゃると思いますが、そう、1703年にあの伝説的大事件、赤穂浪士の討ち入りが行われます。赤穂の義士たちが吉良邸に討ち入りですね、主君の仇を取る。この物語はですね、日本人の心を揺さぶり、忠臣蔵という名前で非常に日本に伝播していくことになりました。その中でもひときわ注目されたのが堀部安兵衛です。その中で一躍有名だった堀部安兵衛、その若き頃の高田馬場の決闘という物語は、こちらもまた歌舞伎の演目となりまして、日本中に広がっていくこととなります。そして鉄道が開業するときですね、まあ駅名はみんなに知られている方がいいだろうということで高田馬場になりました。なぜ高田ではないのか、それはですね、ここら辺の住民の反対が原因となっております。やはり本来の高田馬場からですね、1キロまた2キロぐらい離れていますから、そういった場所に高田馬場の名称は使ってほしくないというのが、ここら辺の地域の住民の本音だったようです。そこで妥協案としてですね、まあ違いが分かるようにと、名称を高田の馬場駅から高田の馬場駅に変更したということです。本日は高田の歴史、また馬場の歴史、また高田馬場の名前の由来や赤穂浪士の討ち入りなど、自分で言うのもあれですが、なかなかですね、いろんな角度から高田馬場、そういったものを調査していました。皆さんいかがだったでしょうか。それじゃあまた次回。